マイケル・ロバート・ブレイゼックはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスバレー出身のプロ野球選手、右投右打。MLB のワシントンナショナルズ傘下所属。2007年の MLB ドラフト35巡目でセントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。2013年5月26日にメジャーに初昇格したが登板することなく、すぐに傘下のAAA級メンフィスレッドバーズへ降格した。その後、6月22日に再昇格し、同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビューを果たした。11試合に救援登板したが、101/3回で10球を出し、防御率 6.97 に終わるなど調子が出なかった。2013年9月1日に、ジョン・アックスフォードとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。ブルワーズ加入後は7試合に投げ、1敗を喫したが、防御率 3.86 を記録。カージナルスとの合算では、18試合すべてにリリーフ登板し、0勝1敗、防御率 5.71、ホイップ 1.67、171/3 回で13、四球、14奪三振という成績だった。2014年はメジャーで投げる機会がなく、マイナーオプションでAAA級ナッシュビルサウンズに所属した。ここでは37試合に登板し、うち17試合で先発として投げた。4勝4敗1セーブ、防御率 4.15、ホイップ 1.43 という成績を記録した。2015年、2年ぶりにメジャーの舞台に戻った。ブルワーズの救援投手陣の一角として45試合に投げ、5勝3敗、防御率 2.43、ホイップ 1.04 という成績を残した。2016年は41試合に登板し、3勝1敗と2年連続で勝ち越したが、防御率 5.66、ホイップ 1.91 のみならず、フィップも 5.71 と打ち込まれた。2017年4月5日にDFAとなり、10日に40人枠を外れる形で、AAA級コロラドスプリングススカイソックスへ配属された。7月3日に再びメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。8月13日に再びDFAとなり、8月16日に40人枠を外れる形でAAA級コロラドスプリングスに配属された。2018年1月22日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2019年4月5日に独立リーグであるアメリカンアソシエーションのリンカーンソルトドッグスと契約した。2019年5月11日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。7月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月31日にDFAとなり、8月3日にマイナー契約で傘下のAAA級フレズノグリズリーズへ配属された。ありがとうございます。